なわ。あれは世間を震撼させたニュースでした。独身時代、親友の彼氏から友人を紹介されました。紹介されたその人は他県からの医大生で、勉強と実習ばかりでこの辺りには知り合いが少ないからとの触れ込み。一度目は30分くらいだったでしょうか。4人で会い、次は2人だけでの待ち合わせでドライブ、食事でもという話になりました。2回目に会った時、彼はまだ学生の身分なのに紺色のクラウンでやってきました。彼曰く、裕福な家庭育ちの学友の中で惨めな思いをしないよう、親が買ってくれたとのこと。聞きながら、その時の私は後部座席に無造作に置かれた縄のことが気になっていました。クラウンに縄？医大生が何に使うために縄を？ドライブデートなのに縄を乗せっぱなし？緊張と違和感のせいで会話に集中できず、なんとなく上の空でいると山あいの展望台に到着。すると、彼は、ここで置き去りにされるのと、俺とこの後セックスするのとどっちがいい？と言い出しました。え？ほぼ初対面で、ほとんど会話もしてない段階で何を言い出すの？冗談にも程があると彼の顔を見ましたが、冷淡なその表情が彼の性格の傲慢さを物語っています。冗談などではないことを察知した私は、なんとかかんとかごまかしなだめすかし、早々にデートそのものを切り上げて帰宅することができましたが、生きた心地がしませんでした。帰宅後、すぐに親友に連絡し、今日のデートのこと、今後彼と会うつもりは一切ないことを伝えました。その後、私は良縁に恵まれそれなりに明るく楽しい結婚生活を送っていますが、そんなある日、テレビがショッキングな事件を伝えていました。医師である夫が妻子を殺害し車ごと海に沈め、その男の顔が映し出された時、私は息を呑みました。そう、あの医大生だったのです。名前も一致。後日、その残忍な殺人犯の生きてきた経歴を追う番組の中で、あの紺色のクラウンと共に写真に収まる医大生当時の彼の姿も映し出されました。その後も時々ふと考えてしまいます。もし、あの時彼と付き合っていたら、一歩間違えば殺されたのは私だったのかも。後部座席の縄に大体和感が、蘇ってくるのです。だから私言ったよね。レイコと初めて会ったのは合コンの時だった。彼女の第一印象は透き通るような美人。街中で見たら何人かは振り返るような美女だった。合コンの最中も興味なさそうにテンションが低めで、代わる代わるアタックしていく僕の友達なども撃沈。お高く止まっているような感じで、とてもじゃないが中の下の顔面の俺にはどうにもできるはずもなかった。だから彼女が俺の携帯の待ち受けを見て、あ、犬飼っているんですか？と聞いてきた時はとてもびっくりした。俺以外の合コンメンバーの全員もびっくりしていた。何せこの合コンで彼女が初めてまともに発したのが、その言葉だったからだ。その後トイレに行った際に電話番号を聞かれた時はもっと驚いた。正直アマルウェイか、宗教の勧誘をされるんだろうなと思っていたぐらいだ。後日彼女から食事の誘いを受けた。恐る恐る食事に行くとそこには前回とは打って変わって笑顔の彼女がいて、勧誘どころかとても夢のような時間を過ごした。実は私あの合コン人数合わせで無理やり呼ばれちゃっただけで、全然乗り気じゃなかったんだ。ああいう場所に来るような人はあんまり好きになれなくて。彼女は饒舌にそう語った。実は俺も人数合わせだったんだ。どう見てもああいう場にそぐわないでしょ？これは別に彼女に合わせたわけでなく事実だった。イケメンの友達の引き立て役として、たまたま予定がなかった俺が選ばれただけだった。ふ、そうだと思った。え？ああ、変な意味じゃないの。あなたはああいう場所に似つかわしくない誠実そうな人だと思ったの。なんだかわからないが僕のことを気に入ってくれてるようだった。
それから二人で飲みながら色々なことを話した。彼女は幼い頃両親を亡くし施設育ちだったということ。大学を奨学金で卒業してアパレル関係の仕事をしていること。早く自分の家庭を持ちたいということ。合コンの時とは打って変わって笑顔で楽しそうに会話していた。また、誘ってもいいかな？帰り際に彼女は僕に聞いてきた。もちろん。あまりに舞い上がってしまい、ぐい気味に返事した僕を見て彼女は嬉しそうに微笑んだ。それから何度かデートを重ね、僕たちは付き合うことになった。僕は有頂天だった。こんなことが僕の人生にあっていいのか。こんな美女と付き合える奇跡が起こるなんて。彼女は完璧な女性だった。会話が上手で話が面白く、料理もうまく仕事もできた。周りもなんで俺なんかと付き合っているんだろう？と思っていたことだろう。あなたは私だけを愛してくれるから。なんで僕なんかと付き合ってくれるの？と聞くたびに彼女はそう答えた。告白した時もそうだった。私だけを愛してくれる？それなら付き合う。他の人が聞いたらどう思うかわからないが、僕にとっては最高の条件だった。こんな最高な彼女以外を愛するわけがなかった。そして付き合って1年が過ぎた頃、僕は彼女にプロポーズをした。その時も彼女は、私だけを愛してくれるなら結婚する。と言った。もちろんと言い、僕たちは家族になった。彼女との結婚生活はまさにバラ色でとても充実した日々だったし、彼女と結婚してすぐ僕の両親が事故死した時も、彼女は献身的に落ち込む僕を励ましてくれたり、彼女にはとても支えられていた。あの日までは、一週間前僕の弟が亡くなった。バイクの事故だった。最後の肉親の弟が死んでしまい、僕は打ちのめされていた。翌日は通夜だったが飲まずにはいられなかった。潰れる一歩手前まで飲んだ僕は、スーツ姿で今で眠りに落ちてしまったようだった。どれくらい時間が経った頃だろうか、何かの気配を感じ僕はうっすら目を覚ました。暗闇の中が僕が目を凝らすと、僕からに、3メートル離れたところで誰かがブツブツつぶやきながらうろうろしていた。一体誰だ？酔っ払って朦朧とする意識の中、目と耳を凝らして集中すると。だから私言ったよね？だから私言ったよね？と聞き慣れた女性の声が聞こえてきた。それは妻、玲子の声だった。私以外に愛する人いたじゃない。だから私言ったよね？これでやっと二人きりになれる。え？何を言っているんだ？もういないよね愛している人？一人でブツブツつぶやきながら、相変わらず僕の2、3メートル先をうろうろしている。その時妻の手元で何かがキラリと光った。包丁だった。ひぃ。思わず口から声が漏れると、ピタッと彼女の動きが止まって、静寂が訪れた。僕は反射的に目を閉じ、眠ったふりを続けた。ギシ。ギシ。彼女が近づいてくる音が聞こえて顔の前で気配を感じ、目をつぶっていても彼女が僕の顔を覗き込んでいる映像が容易に想像できた。だから私言ったよね？今まで聞いたこともないようなおぞましく低い声が、自分の顔面の前から聞こえてきた。全身に冷や汗をかきながら、僕は寝たふりを続けた。どれくらい時間が経ったんだろう。すでに日が昇って朝になっていた。あなた大丈夫？起こしても起きないからそのままにしちゃったわよ。早くご飯食べて。台所からいつものように妻が食器を洗いながら、僕に話しかけてきた。あれから1週間。あれは夢だったのか。あれ以降妻の料理から味がしなくなった。閉店の理由。これはまだ日本がバブル景気に浮かれていた頃のお話です。
当時、渋谷の246沿いの事務所で働いていた僕は、まだ20代前半の若造のくせにバブルに乗って景気も良く、青山通りのおしゃれなお店で毎日会社の女の子を誘って、ランチとしゃれ込んでおりました。壁面にミラーでコラージュを施したカフェ、ポーチドエッグカレーが最高に美味しいお店、シャリアピンステーキをランチで出すお店。おしゃれで美味しいお店がたくさんありますが、そんな中で、今日訪れたのはイタリアンのお店。板飯屋なんて言ってましたね。お店は地下にあり、階段を降りて入り口へ向かいます。階段の途中にはワインのボトルやカゴに入ったジャガイモ等が置いてあり、実用を兼ねたディスプレイになっています。店内は少し暗めの照明で、テーブル席のみ。室内の片隅には楽器を演奏できるような小さなステージもあり、夜には音楽を聴きながらお酒も飲めるお店になるようです。席に通された僕らは、メニューの中からポークピカタを選びました。料理が出てきてちょっとびっくりしたのが、アペリティーボ、つまり食前酒が出てきたことです。確かにイタリア料理では食前酒をたしなむものですが、僕と女の子は顔を見合わせて、まだ勤務中なのに昼間からお酒飲んで大丈夫かな?なんて話をしました。が、結局、まあ食前酒だし、大丈夫だろう、ということになりました。一口で飲めそうな小さめのグラスに、血のように真っ赤なワインが注がれています。クイッと一口飲んで、思ったより効いたのは、やっぱりすきっ腹で飲んだせいでしょうか。本当に仕事大丈夫かな、なんて心配になってきましたが、ポークピカタが運ばれてきた頃にはそんなことも忘れて、二人で楽しく食事を済ませました。会計はもちろん僕が支払います。バブルの頃はアッシーとかメッシーとかいう呼び名があって、車で送り迎えするのがアッシー。ご飯をおごるのがメッシーなんて分類されていたものです。女の子にとっては良い時代でしたね。カウンターの出っ張りの部分に手をかけて寄りかかりながらマスターのレジ打ちを待ち、支払いを済ませて帰ろうとした時、財布を持つ自分の指先に赤いものがついているのを見つけました。さっきの食前酒でもついてたかな?いやそれにしては今まで気づかないでいるか?もしかして、今触ってたレジのカウンターに何か赤いものがあって、それを触ったか?そう思ってちらっと振り返ったものの、カウンターには別段異常があるわけでもなく、笑顔のマスターがいるだけです。なんだかちょっとベタつきがあって、まるで固まりかけた血を触ったような、そんな嫌な感じの汚れでしたが、少量だったので指でこすると見えなくなってしまいました。気持ち悪いので一応事務所に戻ってから手を洗いましたが、ちょっと心に引っかかっていました。それから数日後、いつの間にか、そのイタリアンは店じまいしてしまいました。女の子たちと、美味しいお店だったのにねー、なんて話していました。まあ残念でしたが、この辺のお店はとても出入りが激しく、目まぐるしく変化します。お店がなくなってはすぐに新しいお店がオープンするのが日常茶飯事だったので、特に不思議にも思いませんでした。が、その翌週でしょうか、あのお店が閉店した理由を、当時人気だった某写真週刊誌で知ることになりました。イタリア料理店で殺人事件。死体は冷蔵庫の中に。犯人はお店のマスターでした。夜、一人でお店に来た女性客に、閉店後に車で送ってあげるよと誘ったものの、その後店内でトラブルになったようで、その女性を弾みで殺してしまったそうです。死体は冷蔵庫へ隠し、翌日も平然と営業を続けたとのこと。その死体を業務用のゴミと一緒に出そうとしたところを見つかって、事件が発覚したそうです。僕は嫌な想像をしていました。僕らがランチで行ったあの店内には、店員と客の他に、もう一人。冷蔵庫の中で冷たくなっている人がいたんじゃないだろうか。と。マスターが掃除しきれなかった彼女の血を、僕は触ってしまったんじゃないか、と。今となっては、あの時の食前酒の赤い色が不気味に思い出されます。